日本競輪選手養成所、日本競輪選手養成所、日本競輪選手養成所、以下養成所とは、静岡県伊豆市、九州前次長に所在する、日本における競輪の選手を養成するための、研修施設。英語表記は、ジャパンインスティチュート・オブ・競輪。短期表記は、ジーク。旧称は、日本競輪学校、略称競輪学校、NKG。所長は、 滝沢正光、旧競輪学校時代から通算して、第23代2010年4月より、名誉教有兼務。競輪選手になるためには、国家試験である、競輪選手資格検定、以下、資格検定に合格しなければならない。日本競輪選手養成所とは、その資格検定の合格、競輪選手を目指す人に、対、指導、教育を行う施設である。 養成所に入所した者は、選手候補生と呼ばれ、旧経輪学校時代は、生徒、同所で10ヶ月間、101期以降の現状では、毎年5月中旬入所、翌年3月下旬卒業の訓練を受けることになる。なお、資格検定の受験資格には、養成所、経輪学校に関する項目はなく、実際には養成所に入所せずとも経輪選手になる、ことは可能である。 ただ、養成所へ入所せずに合格することは非常に厳しく、過去に資格検定の受験だけで、競輪選手になった者はいない。そのため、競輪選手になるためには、まず養成所の入所試験に合格し、入所後は、同所にて、一定期間教育、訓練を受けることが大前提となっている。このか、競輪におけるソウ審判員、邪火の職員の要請及び、研修、 短期登録制度で来日した外国人選手に対する講習及び訓練も養成書にて行われている。2019年5月1日付で、競輪選手養成に特化した施設であることを明確にするため、日本競輪選手養成書へ名称を変更した。ただし公表は9日付。また、授業カリキュラムの大幅見直しを行ったほか、受験制度なども変更されている。 養成所の募集要項では、男子、女子ともに受験資格として、以下の事項が定められており、以下の条件を満たした受験者に対し、年に1回入所試験が行われる、2020年5月入学の第119期男子120期女子より適用。なお、以下の各号の応募資格を有しない者は、応募書類を受理しないことになっている。養成所となった現在は、 学歴不問となり、中卒でも受験可能となったが、満17歳以上という年齢制限は設けられている。一方で、旧経輪学校時代にはなかった受験年数、受験回数に制限加えられた。他にも、いわゆる暴力団関係者や体にタトゥー、入れ墨を入れているものは受験できないことが明記された。また、かつては自主退所、自主退学した者は、 再受験、再入所は認められなかったが、現在は、上記の条件を満たせば、可能となっている。願書の提出方法、試験内容は、男子、女子ともに同じ。受験希望者は、受験料5000円と受験に必要な書類を、要請書に直接持参ないし受験料を、指定口座に振り込みした上で郵送する、締め切り引き。なお、願書の受付期間は、 毎年7月上旬から8月下旬であり、参考に第119期120期では2019年7月1日午前10時から2019年8月21日午後5時までであった。試験は第1次、第2次と2回行われ、第1次試験の合格者のみが第2次試験を受験可能となっている。なお、実技試験における合格者の最低タイムは、 公表されていないが、合格者の最高タイムと平均タイムは毎回、公表されており、これが合格への目安となる。合格発表は、男子、女子ともに、毎年1月中旬に行われる、公実する特別選抜試験受験者は4月上旬。実技のみ、願書提出の際には、以下にある、技能試験、または、適正試験のいずれか一つを選択する。ただし、 選択後の変更は認められていない。このほか、自転車競技ないし自転車競技以外の競技における、直近での世界規模の大会、ジャカが認めた大会に限るにおいて、優秀な成績を収めた者、及び世界自転車競技センター、WCC における、訓練受講者に対しては、上記の一般入試とは別枠で、特別選抜入試制度が設けられており、一般入試と比べて、 願書受付期間が大幅に延長れているほか、試験内容が大幅に緩和されている。ほとんどの受験者は自転車競技経験者、または自転車競技未経験でも、師匠、主に現役選手の下で猛練習を積んできたもので、あるため、技能試験の受験者が圧倒的に多く、現状では、男子、女子とも適正試験の合格枠は、毎回5名とされている。 ただし合格枠に定員があるわけではなく、会により増減がある。ただ、史上最年長となる45歳で、GI レース優勝を果たした、松本聖、怪物、滝沢正光、現養成所所長、中部の帝王、山田博人、元年間獲得賞金額最高記録保持者、ガールズ競輪特別競争3つ全てを制覇した、小林優香。 2018年の賞金上小玉壁、衣などは適正受験者、俗に適正組とも呼ばれるであり、競輪で活躍するためには自転車競技の経験者が有利になるかといえば、そうでもない。候補生の養成所での在学期間は、基本的に毎年5月中旬から翌年3月下旬までの10ヶ月まである。なお、入所予定者は、 入所式前の4月中旬から下旬にかけて、技能試験合格者は2泊3日で、適正試験内し特別選抜試験合格者は14泊15日で、それぞれガイダンスを兼ねた事前研修を受けることになっている。協定選手を志望する者を教育、訓練する、ボートレーサー養成所とは異なり、よほどのことがない限り在所中に強制対処させられることはない。 ボートレーサー養成所では入所者の大半がモーターボート未経験であるのに対し、養成所の場合、現在では小学校で一輪車の授業もあるなど、競技歴の有無はあるが全員が何かしら自転車経験者であるため、ボートレーサー養成所のように大量の脱落者が出ることはない。そのため、 養成所の候補生はほぼ全員が卒業するが、毎年数名は何らかの理由で対処な内し卒業延期している。ただし、養成所に解消した2019年の第117期118期から、それまで年1回だった卒業認定試験が年3回へと増加しており、旧経輪学校時代と比べて卒業へのハードルは上がっている。養成所での生活はまさに、 軍隊、ネイビーシールズ、アメリカ海軍特殊部隊並みの厳しさと言われる。朝は6時30分に起床。速やかに起床し、6時45分に転呼。その後、連生と称するストレッチ体操や掃除を行い、7時30分頃から朝食をとる。午前は9時5分、月曜ないし月曜が、祝日の場合は、祝日明けには、朝礼も行うから第一次元となり、 主に国語や社会といった一般教養科目の他に自転車競技法や競輪のルールなどの学科講習のか2019年度の第117期生、118期生からはメンタルトレーニング、SNS の使用方法、外国人選手と円滑なコミュニケーションが図れる、要英会話などといった時代を反映した講習も行われるようになった。その後昼食を挟み、 12時55分から授業が再開され、平日のみ。土曜の午後は授業はなく自主訓練となっている。17時前まで主に訓練、体育が行われる。午後の訓練は主に養成所内の施設やバンクで行われるが、姉妹施設である隣接の日本サイクルスポーツセンターで中、長距離ロード訓練などを行うこともある。第117期生、118期生からは、 科学的トレーニングも導入された。夕方以降は入浴、食事、自習内視自由時間、点呼、実質清掃などで22時消灯となる。なお、日曜、祝日は休みで、終日自由時間である。競輪は、基本的に、雨天欠航、台風など競争に大きな支障をきたす恐れがある場合を除くであるため、競争訓練もそれに準じて、 でも実施される。用声書は全量制であり、既婚者でも自宅からの通所は認められておらず、また自宅へ帰宅できるのは8月のお盆休み、夏季休暇と年末年始、正月休暇のそれぞれ2週間程度のみとなっている。投資多書や外出の際には制服着用が義務付けられており、また怪我の治療のための通院など特別な事情がある、以外の使用の外出は、 男子、女子交互で週日曜の8時30分17時30分のみ、土曜日午後は外出禁止、かつ、静岡県内に限定されて許可されているが、基礎が門限を1分でも過ぎれば、対処処分を含む厳罰が下される。2011年5月より女子が入場したため、現在量ではフロアにより男子限定、女子限定と隔てられている。男子は2回3回フロアで、女子は4回フロアで、 それぞれ宿泊し、4階には監視カメラと赤外線センサーが設置されている。両の階段も男女別とされており、男子が女子用の階段を使用すれば、ペナルティが課せられる。入浴施設は、既存の大浴場の室内に新たに仕切りの壁を設置して、男子用、女子用とで隔てた。なお、食事は、食堂にて男子と女子とで、エリアと時間帯を分けて取っている。 要請書では以下の項目が禁止事項として定められている。要請書内では携帯電話などは原則使用禁止であり、電話発信は自由時間21時45分までに限り講習、電話のみ使用が許可されている、加えて日ごとに男女交互で許可されているため、要請書では未だにテレホンカードが大人気である。その他、飲酒、喫煙は、 もちろんのこと、ドライヤー、化粧品など、不必要な私物も一切禁止である。実際に、第102期生、女子1期生では、夏季休暇後の帰稿の際に、パソコンと携帯電話を隠し持っていた候補生がおり、数とは退学処分、数とは定額、留年、後に104期生として、デビューの処分額だった。また、私物のドライヤーを持ち込んだ候補生に対しては、 しばらくの間外出禁止とされた。ただし、要請書となって以降は、携帯電話は要請書外では、使用が認められるようになったほか、候補生によっては DVD プレイヤーを持ち込んで自由時間に干渉する者も,もいるなど、旧経輪学校時代と比べて緩和されているところもある。在所中は、髪型については、訓練に支障がない程度の単発とされている。具体的には、 男子は髪が耳にかからない程度で、先発せず、清潔感にある髪型。女子は髪ゴム等でまとめられ、先発せず、清潔感があり、訓練に支障を来さない髪型、とされている。また、礼節にも非常に厳しく、書内の人間に対しては、全員に大きな声で、んにはと挨拶し、共感に対する反抗的な態度や、候補生同士でつけ、 おごりも含めた金銭の貸し借りなどが発覚した場合は、即刻対処処分となる。同様に、在所中は、男女間の候補生同士の交流も厳禁である。ただし、英会話授業など一部は、男女行動で行うこともある。公営競技の選手は、命かけの職業でもあることから、養成所における教官の指導は厳しいが、それでも、 自ら鍛えないと強くなれないという意識が徹底しており、早朝や放課後または休日に学校から課せられた訓練とは別のトレーニングを自主的に取り組む候補生もいる。授業料は無料だが、食費や制服、ウェア代、競輪使用の車輪やタイヤなどもろもろの費用については自己負担であり、年間トータルで費用は120万円ほど男子の場合。 女子は男子より食事の量を少なめにしているため、それよりはやや安いが必要である。食費のみ毎月、その他は入所後要請書が指定した日に一括して入金することになっているが、ジャカから貸し付けを受けることも可能である。貸し付けを受けた場合、競輪選手としてデビュー後に獲得賞金の中から厳選徴収によって分割払いし、1年間かけて返済する。 所内には売店や飲料の自動販売機がある。売店やマッサージにかかる費用はチケット制としており、利用分は月締めで後日登録した銀行の預金口座から引き落とし生産となる。卒業直前の翌年3月上旬に資格検定を受験し、下旬には 南関東のいずれかの競輪場で2日間かけて卒業記念レースが行われ卒期チャンプが決定する。卒業記念レースの翌日が卒業式で資格検定に合格すれば養成所を卒業となり、競輪選手になる資格を得られる。卒業式当日は行動で卒業証書授与の後一斉に外に駆け出し、集合写真の撮影と恒例の帽子投げが行われる。養成所。 旧競輪学校での生活については、漫画、オッズ、オッズマイナス、先行ライドに詳しい描写があるほか、漫画、ギャンブルレーサーでも少し触れられている。また、競輪30年史では、冒頭のカラーグラビアページに、クラブ活動の写真があったことから、競輪学校時代はかつて部活も行われていた。資格検定に合格し、養成所を卒業した後競輪選手になるのは、 全国各地にある選手会のいずれかの支部に所属することで選手登録され、また合わせて身分証を兼ねた選手登録証と選手手帳交付されることで晴れて競輪選手となる。現在は男女共にデビュー前の5月中旬頃に宇治市にある満腹寺にて3泊4日の新人宿泊研修を受けた後、下半期期書となる7月以降にデビューすることになっている。 かつては気によっては5月にデビューしていたこともあった。なお、訓練競争、学業ともに、成績優秀、かつ養成所が特別に認めた、候補生においては、その候補生に対してのみ、特別に実施される資格検定に合格すれば、年内で早期卒業でき、通常より半年早く1月にデビューすることも可能である。デビュー戦については極力登録地近辺の、 競輪場が圧線されるよう配慮されるが、配分と開催の関係で必ずしもそうなるとは、限らい。以後、基本的に月に開催以上の圧線を受ける。S 級、S 班、一班二班、A 級、一班二班三班の2クラス6班制のクラス分けがされている。デビュー時は最下位の A 級三班の格付けで、その後は競争成績によってトップクラスタル級への昇級。 果ては GIGP などのタイトル獲得、賞金王を目指す。過去には、大相撲でいう前相撲のようにデビュー直後の選手のみで行われる新人リーグが39期から開始され、51期からはデビュー直後の1期4ヶ月間は新人リーグのみに出走しそのせいによって時期の格付けが決められていたが、新人リーグは車検が買いにくいとファンに不評であったため、 76期を最後に廃止された。そのため、77期以降の新人選手は1開催3人、程度、通常の競争に圧戦されている。ガールズ競輪選手として、男子とは異なる競争プログラムルールでレースを行い、ガールズ競輪コレクションや、ガールズグランプリなどのタイトル獲得、賞金女王を目指す。圧戦については、男子同様、 一開催につき二人、稀に三人が通常の競争に圧戦されている。2017年7月1日より新たに L 級一般が創設されたため、2017年デビューの112期以降は全員が L 級一般の格付けとなっている。当初は競輪の創成期に登録のみで選手となった者への再訓練期間として1950年に 日本サイクリストセンターとして、現在の東京都調布市小島町に設立された。全登録選手の再訓練が終了した後は、新人選手の育成機関としての役割を担うようになったものの、当初は、生徒、当時の故障専用の施設がなかったことから、近隣の京王角競輪場に出向て訓練を行っていた。だが、競輪開催などで、京王角が使えない日もあり、 その場合はバスで西部園競輪場まで移動を強いられるなど満足な訓練ができなかったこと、また施設が手狭になったことなどもあり、1968年に現在地へ移転した。男子については、昭和の時代は、木ごとに100名以上もの入所者を抱えたこともあったが、平成に入ってから木ごとに定員75名程度となり、さらに85期から92期までは、 売上減など、昨今の和解の低迷を反映して、年に1回の募集となった。その後、新人がデビューする機会の増加による経緯の活性化を求める声が相次いだため、93期からは、年2回の募集が復活。第93期より、第100までは各期とも、技能60名、適性15名の、計75名し、同時に従来から行われていた、国語、数学、 社会などの学力試験、小論文試験や年齢制限、上限のみなども廃止し、選手としての実力を持った候補生が入所しやすいよう配慮された。しかし101期より選手の増加抑制や女子選手の募集を見据えて、再び年1回募集に変更の上、定員は男子36名、女子20名程度、102期のみ35名と再び、 大幅に削減された。ただ、やはり新陳代謝を求める声も強く、また受験者自体が減少傾向にあった。受験者は101期では453名であったが109期は280名にまで減少したことを受けて、その後は再び合格枠を増やしており、109期は50名、技能43名、適正7名とし、2015年度の111期以降は70名、 技能65名、適正5名としている。また、受験者も増加傾向にあり、117期では341名が、受験した申し込みは370名。なお、合格倍率は、直近10年で見ると100期までが5倍程度、101期から105期が10から12倍、107期が9倍であったが、合格枠を増員した109期以降は4から5倍程度となっている。 とはいえ容易に合格できるものではないため、現役の経人選手の中には、複数回受験して、ようやく合格した、というケースも多い。女子については、合格枠は104期以降では、毎回20名、基本は、技能15名、適正5名。ただし、114期では、技能17名、適正3名の計20名、118期では、技能14名、 適正7名の計21名であったとしてる。応募者は毎回40から50名程度のため、合格倍率は2から3倍弱である。練習用の走路は、南400メートルと呼ばれるバンクをメインに、日本サイクルスポーツセンターの北400メートル及び、第115期116期までは、イズベロドローム、屋内型250メートルバンクも使用した。なお、イズベロドロームは主に、 日本国外へ遠征するナショナルチームの練習用拠点となっている。日本国外の走路は屋内型木星250メートルが種のためことなどもあり、新たにイズベロドローームに次ぐ屋内型木星250メートルバンクの建設を進めており、2019年7月17日に竣工式が行われ、ジャカ2 5 0 2 5丸と命名された。 最大傾斜は四十二点八度、イズベロドロームは四十五度で、基本は養成所の候補生が使用するが、イズベロドロームが東京オリンピックに向けて改修工事を行うため、自転車ナショナルチームも練習拠点として使用する。他にも、走路では都販訓練で有名な三百三十メートルの都販走路、最大車度十三度五十八分十二秒、直線二百メートル、 都半部80メートル、高低差約19メートルや330メートルの水平走路1000メートル内市3000メートルのサイクリングロードコースがあるほか、教室、体育館、屋内練習施設、寮などがある。施設の一般使用は原則として認めていないが、近くの伊豆総合高校自転車競技部が朝練でバンクを使用しているほか、一部の競技大会に、 ついては、養成所側が趣旨と目的を判断し特別に使いを認めることもある。2018年のインターハイでは、養成書の333メートルバンクを使用して、トラック種目が行われた。また、このインターハイ開催期間中は食堂を一般開放し学食を数量限定で有料にて、提供したほか、オープンキャンパスも実施した。養成所では、記録会が、 年3回、数日かけて行われる。基本的に、初日は200メートルフライングダッシュ、400メートルフライングダッシュ、1000メートルタイムトライアル、男子、500メートルタイムトライアル女子がそれぞれ行われ、2日目は3000メートルタイムトライアル、男子、2000メートルタイムトライアル、女子が行われる。旧経輪学校時代の最後の卒業生となった第期期生までは、 卒業までに思想記録会、卒業認定講座を含めて、計5回の記録会が行われたが、養成書に名称変更して、最初の候補生となった第117期118期以降は、上記の通り3回に変更されている。ただし、旧経輪学校時代では卒業認定講座は1回のみであったが、養成書となって以降は、カリキュラムの変更とともに、 この3回の記録会すべてが、卒業認定講座とされている。なお、適正受験での入所者に限り、第1回記録会のみ、講座の対象から除外されるとになっている。各記録ごとに、基準タイムがそれぞれ設けられており、候補生は、この記録会で出した記録をもとに次の記録会ないし、卒業までの間、能力の高いもの順に兼ね、白、黒、赤、 青で半分けされ、競争訓練の際には、それぞれの決められた色のカバーがかけられたヘルメットを着用する。最高位である金は、一般的にゴールデンキャップと呼ばれているが、スピード、持久力の両方で高い基準をクリアした候補生だけに与えられるもので毎回出るものではなく、獲得者は1990年9月、第67期生の制定以降で、男子18名。 女子5名、他に1名いた、中途退学したため抹消のみで、かつ複数回獲得したのは、小林優香と、町田大学候補生、菊池学と候補生の3名のみである。2019年9月時点。また、養成所は、山間部にあり冬場は厳しく冷え込むため、特に冬場の記録会では、ゴールデンキャップは出にくい傾向がある。なお、着用するヘルメットは原則要請所からの対応だが、 ゴールデンキャップに限り本人に授与されることになっている。遠隔で述べた通り、第115期生、116期生以降を対象に、各回ごとに A 評価、金、または白を獲得した候補生には報奨金が、また前3回とも A 評価を獲得した候補生に対してはベッドボーナス支給され、合わせて最高で160万円が卒業時に一括で支給される。 なお、記録会を欠席したり、途中休学となるなどした場合には、支給額の減額、または、不支給となることがある。また、第115期116期からは、ゴールデンキャップのヘルメットのデザインと男子の能力、区分基準タイムが変更されており、男子は、旧基準と比べて 200mFD と 400mFD は、タイムが短くなりしくなった一方、 1 0 0 0ル t t と3 0 0 0ル t t ではタイムが緩和されたことで115期による第2回記録会で達成した2名は共に旧基準では3 0 0 0ル t t をクリアしておらずゴールデンキャップに外しなかったものであった。なお、女子についても2019年度の第118期生から全体的にタイムが短くなり厳しくなったが1 0 0 0ル t t は5 0 0ル t t に 変更された。さらに、第117期118期以降で、ゴールデンキャップ獲得者は、早期卒業制度対象者とされ、一定の条件を満たした上で養成所が認めた候補生に限り、その候補生のみを対象とした資格検定を受験し合格すれば、同年12月にて養成所を早期卒業でき、翌年1月に通常より、 半年早く競輪選手としてデビューすることが可能となっている。いずれも2019年5月1日制定2019年9月時点は適正試験受験者。卒業記念レースは卒業式直前に2日間の日程で実施される。従来はほとんどが陽性所南400メートルピスと周長400メートルにて開催されてきたが、 早く競輪選手としての身構えをつけてもらおうと、ウイミアイや、養成所の父兄など関係者のみならず競輪ファンの関心も高いなどの理由から、現在は南関東のいずれかの競輪場で開催されている。また、競輪選手となってから実施される、ルーキーチャンピオンレース、ガールズフレッシュクイーンやヤンググランプリにもつながるレースでもある。なお、養成所が、 現在地に移転した26機より、現在の形で実施されている。男子は、第1から100機までと101機以降の奇数機。女子は、第102以降の偶数機。は、完全優勝。は、適正試験受験者。太字は、GPGI。男子、グランプリコレクションフェスティバルいずれか、女子優勝者。伊豆箱根鉄道寸図線船修繕寺駅より新東海バス。 サイクルスポーツセンター行きに乗車し、競輪学校バス停から徒歩10分内し、競輪学校正門バス停すぐ。ただし、バスは本数が少ない、サイクルスポーツセンター行きは午前2本、午後3本の見た目、当地を訪れる来場者の大半はタクシーないし自家用車を利用している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。